今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。アメリカメジャーリーグワールドシリーズ第3戦、日本時間昨日ニューヨークに舞台を移して行われまして、ドジャース4対2でヤンキースを破り3連勝、世界一まであと1勝としました。で、第2戦で左肩を脱臼した大谷翔平、これまで通り1番指名打者で出場、3打数ノーヒット2つのフォアボール、ただこれがこの得点につながる ねフォアボールだったりしたわけで、いや、やっぱりかなりこの打った後に左のこの手をですね、ユニフォームの首のところにこうわざと親指引っ掛けて固定させたりだ、まだ痛々しいところあるんですけどもね。やっぱりこう回復を早めようとすると肩を下げないようにしてくれて、なるほど、下げない、肩を下げない、おそらくトレーナーからそう言われてたと思うんですけどね、ただやっぱりこう怪我してるとはいえ、大谷選手甘くなると打たれちゃうっていう怖さがあってのフォアボールだと思いますので、一番打者としてのね、機能は十分発揮できたのかなと思いますよね。そうですね、これだって今、ドジャースが3連勝ですから、もうあと一つで、そうです、今日終わっちゃう可能性がありますよね、ワールドシリーズは。そうですね、今勢いはやっぱりドジャースにあると見た方がいいんですかね。そうですね、なんかヤンキースの打線が冷え冷え状態になっていて、ジャッジ、そうですね、ジャッジどうしちゃったのってぐらいですね、三振ばっかりですね。でも結構波があるんですよね。やっぱジャッジも全然ダメだろって言われたと思ったら、もうなんかおかしいぐらいホームラン打ちまくる瞬間が来たりとか、花火だらけになって、そうなんですよね、だからやっぱこう大舞台で緊張している力が入りすぎちゃってるっていうのはあるかもしれないですよね。そうですか。一方、日本のプロ野球です。ソフトバンクが2連勝を挙げて迎えた日本シリーズ第3戦、舞台をみずほペイペイドーム福岡に移して迎えたこの試合、投打が噛み合った横浜ベイスターズがですね、 DeNA ベイスターズが4対1で快勝、待望のシリーズ1勝目を挙げてソフトバンクの日本シリーズ連勝記録14でストップさせました。以前森永さんもおっしゃってました、3位だった DeNA が、2位というか、その、言ってしまえばセリーグから日本シリーズに出る権利は得て、そうですね、だからもっと正確に言うと事実上4位だったわけですよね。もう9月に入って広島が、ね、大減速して棚ぼたでの3位なので、実質4位のベイスターズ対貯金42で、もうパリーグダントツで独走したソフトバンクの戦いですから、僕も0勝4敗っていう予想してたんですけども、昨日はね、エースの東が戻ってきて、でオースティンも4番に戻ってきてということで、ほぼ万全な状態で戦って勝てたんですが、でも昨日が唯一ね勝てるかもっていう試合でそこだけ取れたんで、あとはおしまいかなと思い出作り、爪痕残したんじゃないですか。やっぱ これまでね14連勝ってことは負けてなかったわけですから、そうですよ、そこに黒星をつけたっていうことはね、でもソフトバンクファンって恐ろしいなと思うのが、昨日負けたことに対してですね、ビー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 言うソフトバンクファンがいるわけなんですけど、いや、いいじゃんと、たまにはと、こんだけ勝ち続けてて何が楽しいんだと思いますね。だからちょっとこう僕は普段ねセリーグメインで見てますけど、パリーグファンの気持ちがちょっと分かったというかね、いや今回本当にこうベイスターズって初戦4位とか実質4位のチームなんだから、なんかセリーグの代表面すんなっていうことで、セリーグファンは結構冷たいんですけど、もうパリーグファンの皆さんあったかくて、なんとしてでもあのソフトバンクちょっと痛めつけてやってくれと、やっぱそれだけこうねシーズン中もう蹂躙されてたわけですからそうですね、憎きソフトバンクみたいな感じで、パリーグ5球団が、ベイスターズ頑張れと言ってくれて、すごい優しいなと思って、ちょっと私よくわからないで質問させてください。東投手、例えば第1戦第2戦とか考えなかったんですか。東はですね、怪我しちゃって、クライマックスシリーズ中に、それで出れなかったんですよね、で今回の日本シリーズって1戦目2戦目が横浜スタジアムだったんで、ピッチャーが打席に立たなきゃいけないんですよ。で逆に3戦目からもう福岡ドームになったんで、DH 制なので、ピッチャー投げてればいいだけで、打席立たなくていいんですよ、だからそれで多分東は1戦目から本当はいけたんですけど、無理させないっていう意味で打席立たなくていい3戦目の
まあ、福岡ドームから投げさせたんじゃないかなと思います、ね。まあ、バッティング期待してないって言ったって、そのバッターボックスに立つこと自体だって結構ね。そうですね、やっぱりゴロとかでも打ったら一応一塁に走らなきゃいけないわけなので、まあ、でも結論からするとすごい良かったのかなと思いますよね。やっぱ1戦目2戦目ってソフトバンクはいいピッチャー出してくるわけですから、勝てる確率やっぱ低いわけですよ、まあ、そこにベイスターズ側の一番勝てる確率の高い東ぶつけるよりは、まあ、3戦目ぐらいのピッチャーに東ぶつけた方が勝てる確率は上がるっていうのを考えると、まあ、結果としては良かったのかなと思いますけどね。まあ、先週東 T シャツ着てきましたよね、はいはいはい、あれで勝てたんですかね。まあ、そうなってくれるといいなとそうでしたね。まあ、でも僕実は昨日そのソフトバンクにボコボコにされる未来しか見えないっていう風につぶやいたら、はい、その日はベイスターズ勝ったんですよ。でクライマックスシリーズの時も、はい、菅野は大丈夫だろうって言ったら菅野が短いクライマックスシリーズで2敗もするっていう、そうでしたね。相変わらず呪いが効いてるんだろうなって。いやいや、でそろそろ逆進っていう風に呼ばれ始める。そうですね、もう本当生物兵器みたいな扱いされてますけど、ね、恐ろしいですね。まあでも昨日1勝してベイスターズはね、まあ、ベイスターズさん良かったですよ。 できれば今日も勝ってほしいなとは思いますけど ね、はい。時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞、国民民主連立加わらず立民とも組まず。国民民主党玉木代表は昨日の会見で、自公連立政権に加わるかどうかを問われ、連立することはないと述べました。立憲民主党を中心とする政権の枠組みも否定していて、指名選挙での協力を目的とする立憲民主党との党首会談の呼びかけを断りました。自公連立入りは日本維新の会も消極的で、石破総理は衆議院の議席数が過半数に届かない少数与党を基盤として政権を維持する道を探ります。自民と公明党が少数与党になれば不安定な政権運営を余儀なくされます。総理は国民民主に予算案や重要法案といった案件ごとに合意する部分連合を打診する見通しです。2024年度補正予算案や25年度予算案について編成段階から国民民主に配慮することも想定します。玉木代表は29日の BS 富士の番組で、補正予算案などへの賛否に関し、議席数は民意だ、与党にはちゃんと聞いてくれないと通らないということを理解してもらう必要があると指摘しました。昨日の会見では、政策ごとにいいものには協力し、ダメなものにはダメというと話し、自公との部分連合という選択肢を否定しませんでした。それにしても7議席から28議席、国民民主の躍進です、これは森永さんはどうご覧になりますか。まあ、そうですね、でもこれ経済のデータを見てれば、はい、そうなるだろうなっていうのは分かるかなと思っててですね、はい、やっぱりこの 1,2 年ってこう物価高で苦しいみたいな話っていうのはずっと言われていましたし、はい、実際世論調査見てみてもですね、今回の選挙で争点にしてほしいところは経済雇用だっていうのは、もうこれはすでに普通に公表公になっているアンケートも出てたわけですよね、はい。まあ、ですからその選挙にあたっては、まあ、その経済のことっていうものを一番表に出して、はい、どういう政策をやるからみんなの景気が良くなるんですよっていうのをアピールするかっていうのが一番大事だっていうのは僕はずっと言ってたわけですけど、はい、まあ、でも自民も立憲もですね、裏金問題が第一の争点だと、はい、政治と金っていうのを先に出しちゃってたわけですから、逆にその経済の話を表に出してた、まあ、国民民主は躍進しましたし、はい、まあ、それ以外でもこう消費税の撤廃みたいな話をしてた、令和も一気に伸びたわけですよね、はい。ただここはある意味非常に分かりやすかったというか、はい、もう王道の戦略を貫いたところが大きく勝って、はい、逆にこう変な論点で戦っちゃったところは、まあ、大した成果を出せなかった。そうでしたね。っていう、そういう意味では全く意外感のないというか、まあ、それはそうでしょっていう結果になったかなという印象ですね、はい。まあ、今森永さんおっしゃる通り自民一人負けとも言われていて、じゃあ立憲民主投票数伸ばしたかっていうとそうでもないんですよね。まあ、比例全然伸びてないんですよ ね。だから結局、まあ、小選挙区なんで、自民に入れたくないっていう人が立憲しか他が立ってないからそこに入れたっていうことで、まあ、結果的に伸びてますけど、比例そんな伸びてないってことを考えれば、
まあ、その議席の伸び方で言ったら立憲はすごい圧勝かのように感じますけど、はい、もっとちゃんとやってればもっと取れたんじゃないのって思ってる人たちは立憲の中にはいるはず、はい、そのみんなが騒いでるほどめちゃくちゃ大勝したぞという印象を持ってる人はいないんじゃないかなっていう気がしますよね、はい、国民民主、対決より解決、手取りを増やす、うん、でそれには具体的にはどうしていきますよって分かりやすかったですよね。そうですね、手取りを増やすっていうのは現役世代には特に刺さる、はい、まあ、いいフレーズだったなって思いますし、そうですね、まあ、ある意味そのワンイシューでは、はい、もちろんワンイシューではないんですけど、ワンイシューに見える、見える、はい、まあ、そこを一番大事にしてるよっていうのが、はい、メッセージ性としてすごい強かった、届いたんじゃないかなと思います、ね、はい、で玉木氏ですが、特別国会でのお総理指名選挙への対応について、決選投票になれば国民民主の議員は玉木代表の名前で投票するという方針を示しました。決選は自民党総裁である総理と立憲民主党野田代表のお二人に絞られる見通しです。決選に残った二人以外の名前を書いた票は衆議院規則に基づ無効です。玉木代表が決戦に残らなければ無効票、結果的に比較第一党である自民党が支持する総理の再指名の後押しになる可能性もあります。総理が再指名、石破総理がですね、再指名されれば自民公明両党の連立政権は継続ということになりますね。部分連合、これは否定しなかったわけですけども、うん、国民民主党の、まあ、今後の動きですね、まあ、少なくともやっぱこの部分連合という形で政策決定に噛んでいくんじゃないかなと思いますね、はい、連立に入るっていうことはちょっと、まあ、今の時点ではね、玉木さん自身が明確にないって言ってるんで言ってますね、まあ、ないんだろうと思いますけどね、はいはい、続いてはこちら、読売新聞、日経平均終値は298円高の38,903円。昨日の東京株式市場、日経平均株価終値は前の日に比べ298円15銭高、38,903円68銭でした。2日連続で値上がりです。アメリカの金利が上昇傾向で、為替市場が円安ドル高基調、こちらで推移をしていると。日本企業の海外事業の収益が改善することへの期待から幅広い銘柄が買われました。で、前の日にアメリカの金融株が上昇したことを受けて、銀行、証券、保険株が値上がりしています。まあ、一方、衆議院選挙で与党が過半数割れして政局に不透明感があることから、投資家に様子見姿勢も見られたといいます。政局が安定するまで株価どういう動きで推移するのかですが、さて昨日は298円高でしたね、まあ、やっぱりその事故が惨敗になって、はい、株価は暴落するって言ってた人たちは多かったわけですけど、でもいざ蓋を開けてみたら、月火と上がっていて、はい、実は水曜も今も先物はプラスですから、はい、もう3日連続の続伸ってなりそうだなと、はい、まあでもこれはやっぱりその本当の最悪シナリオは、まあ、免れたっていう多分市場の認識だと思うんですよね、まあ、つまり事故が意外と強くて、結局過半どころかもっと強い勢力を維持して、はい、そのまま、まあ、石破さんの総裁選前に言ってた金利引き上げ増税みたいな路線は避けられたし、はい、かといって立憲が単独で過半を取っちゃって、野田さんの増税路線とかっていうのも、はい、まあ、免れて、まあ、確かにその不透明感が残ってしまう、不安定感の残る、うん、結果にはなりましたけど、まあ、でも先ほどちょっと触れた通り部分連合みたいな形での政権運営ってことになってくると、はい、まあ、自民が好きなようにできるっていう状態ではなくなったし、ではないですもんね、はい、まあ、立民がっていうこともなくなったわけですから、まあ、そういう意味ではその近々の利上げだとか増税だとかってシナリオは消えたというところで、まあ、円安が進んで、まあ、それに引っ張られる形で株高になったっていう多分展開なんじゃないかなと思いますね、はい、時刻6時20分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞です。東北電力女川原発2号機が昨日再稼働しました。東日本大震災が起きてからは13期目となって、東日本の稼働ゼロが解消されました。電源割合に占める原発を2割とする国の目標達成はそれでも遠く、稼働機数を現状の2倍近くに増やす必要があります。
震災前は国内の電源構成のうちおよそ最大3割を原発が占めていました。2011年の福島第一原発の事故によって減って、一時は国内の稼働ゼロとなりました。岸田前政権が再稼働推進へと政策を転換し、10月に誕生した石破政権でもこの方針は踏襲しています。で、中国電力、5月島根原発2号機の運転管理に関する体制や手順など安全に稼働させるための認可を原子力規制委員会から得ました。で、現在はですね、12月上旬の再稼働に向けて最終的な配備準備を進めているといいます。世界各国で原発政策を見直す流れというのも森永さん、確かに出てきてますものね。そうですね、はい、やっぱりこうエネルギーの需要っていうのが新たに出てきていてですね、はい、まあ、それがいわゆる AI だったりとか、はい、ビッグデータのデータセンター、はい、で一方でその世界的なインフレによって家計が苦しんでいるというのはこれ日本に限らずどこも一緒なわけで、はい、その後電力が必要になってますと、一方で電気代の上昇で、家計が困っていますと、はい、ってなってくるとですね、じゃあいかに電力を増やしていって家計の負担を抑えるかっていうのを考えていくと、まあ、やっぱ原発を動かさざるを得なくなってくるわけですよね。で、まあ、元々欧州なんかでは結構その脱炭素だとかですね、はい、安全性がとかっていう話で、まあ、原発っていうのは結構敵視されていた部分がありましたけども、やっぱりそこにウクライナ戦争とかって話になって、はい、エネルギーの供給が断たれたりするとですね、まあ、コロッと意見が変わって手のひら返しね、原発をやるんだと、はい、まあ、でもこの手のひら返しは別に叩かれるべき話でもないというかね、やっぱり国益だったり国民のことっていうのを考えたときに政策がやっぱ誤っていたとかっていうときにこう路線をパッと変更できるっていうのは、まあ、そうコロ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 ね石破さんみたいに変わるのも困るもんなんですが、ただ一方でもうこう決めたからこうするんだみたいな、そういうしょうもないあの頑固な政策運営で国民が困るよりはね、こういう意味での手のひら返しはいいと思う。転換は、はい、こういう意味での、はい、だから日本でもやっぱそういう動きが徐々に遅ればせながら出てくるんじゃないかなと思いますよね。そうですね、まあ、それでも意固地なドイツはね、結局原発はみんな止めちゃってというね、そうですね、あれは反面教師として見とかなきゃいけないんでしょうねと思いますね、やっぱりいや何やるにしてもデメリットって何事にもついてもありますから、はい、デメリットばっかり言ってればそれはすごくダメなことのように聞こえますけども、やっぱそこはメリットデメリット両方あるよねっていうのをちゃんと認識した上で、状況状況に応じてどっちの、まあ、天秤が傾くのかというところで政策決定を機動的にやるべきだと思いますよね、はい、で政府が2024年度末までに作成する重要施策にエネルギー基本計画があります。少数与党となる可能性がある自民党は原発の活用に前向きで協力を期待する国民民主党も同様の立場ではあります、まあ、立憲民主党再稼働は容認しながらも新増設は認めないと、まあ、主張していると、まあ、このあたりをどう進めていくかが一つのポイントそうですね、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。読売新聞から、政府はマイナンバーカードを活用した行政手続きのオンライン化を進めていて、おととし成立した改正道路交通法で希望者はマイナンバーカードに免許の運転免許証の情報を記録することができるようになりました。これを受けて警察庁はマイナンバーカードの IC チップに運転免許証の情報を入れたマイナ免許証の運用について検討を進め、9月からはパブリックコメントを募集することなどをしてきました。政府はですね、昨日の閣議でマイナ免許証の運用を来年3月24日から開始することを盛り込んだ政令を決定しました。マイナンバーカードの IC チップに運転免許証の番号、有効期限、免許の種類、メガネが必要などの条件、それに顔写真などの情報を記録する手続きをすることでマイナ免許証として利用できるようになります。またアメリカ運転免許証として利用できるようになるといいます。森永さん、この動きいかがですか。まあ、だから1枚でね便利になるよねっ
ていう利便性はあるんですけども、はい、まあ、一方でこうなくしちゃった時がね、まあ、それは現状の運転免許証でももちろんそうではあるんですけど、はい、1枚全部がまとまった時に、はい、なくした時の怖さはあるなっていうのは思っていて、まあ、私自身も過去にですね免許証をなくしたことがあって、 ありましたかありますあります。取られたんじゃなくてなくした、あもう多分単純に自分のミスでなくしたことがあるんですけど、そうですか、はい、まあね、そこに、まあ、当時は運転免許証だけだったんで、はい、まあ、あれですけど、マイナンバーとかもう何もかも情報が入ってますってなると、より厳密に厳重に管理しないとなっていう、はい、まあ、緊張感はありますわね。そうですね、うん、そうですね、1枚これなくしたらもうね全部漏れちゃいますね。そうです、とんでもないと。困りますからね、これ具体的にはだからこのマイナ免許証が、あ、まあ、あの自分でやったとしますよね、うん、と例えばその警察官の方から、免許見せてくださいって言ったらそれ見せるってことになるわけですね。でいいんでしょうね、うん、となんかそこからじゃあその器具かなんか使って、免許証のデータを読み取るということになるんでしょうね。IC チップに情報入れるってことですか。ということはそういうことでしょうね。ですね。じゃあ警察官もなんかそういう器具を持つってことなんでしょうかね、うん、と思いますね、まあ、とにかくこの1枚にまとまるっていうのは確かに利便性高くて、はい、僕もやっぱりこう財布とかあんまり膨らましたくないタイプの人間なんで、やっぱりカードをね、はい、あれもこれもって入れるぐらいだったら1枚にコンパクトにまとまってくれてた方がいいんですけどね、ただやっぱそのなくした時の怖さっていうところはすごいありますよね、1枚に全部まとめちゃうと、はい、うん、僕はだからそうさっき言った通りね、なくした経験がある人間だから、はい、そこは怖いな。そうですね、1枚なくしたら、まあ、それ止めたとするとものすごく不便ですよね、うん、そうです ね、しかも僕ちょっと会社とかもやってるんで、何かこう書類が必要だったりするときに、やっぱりこのマイナンバーカードが必要ですとか、まあ、法人のこうマイナンバーカードみたいなのあるんですね、法人のカードっていうのは、はい、まあ、そういうのが紙取り出すときも必要だったりとか、まあ、いろいろあるんで、まあ、なんかちょっとこう口座あるなと、あ、いや、1枚だったらすごい楽だなっていう気持ちと、メリットデメリットがね、うん、そうですね、はい、さあそれではここからは森永さんに衆議院選挙で与党大敗、連立政権や部分連合の可能性について伺います。27日投開票された衆議院選挙、自民公明与党の議席数が233、過半数を割る結果となりました。与党にとっては大敗と言われてますが、改めて森永さん、今回のこの選挙結果どうご覧になりますか。そうですね、まあ、これ先ほどちょっとその市場の反応というところでもちょっと触れたんですけども、まあ、ある程度はやっぱこう想定されていた結果だったなっていうのが私の印象で、そんなに意外感はなかったなと、はい、で、あと言いたいのはそのいくつか考えられる最悪なシナリオっていうのも避けられたなと、はい、まあ、それがゆえに、まあ、週明けの株式市場っていうのは続伸したと、はい、まあ、いうことだと思うんですよね、だからまああんまり個人的に今回の結果がすごいサプライズだったかっていうとそんなこともないし、はい、なんかすごく悲観するような結果だったかって言われると別にそうでもないかなっていうのがもう率直な印象ですね、はい、今回の感じでしょう、まあ、その例えば株価に影響が出るというのはこれ自公で過半数を取って取って、まあ、金利税金を引き上げる増負担政策を取るっていう方向がまず消えましたよねと、はい、で一方でこう立民が、単独過半を取ったとかでもないので、はい、まあ、野田さんが言ってるようにですね、増税するとか、はい、まあ、そういうこともないでしょうと、で今回その部分連合みたいなことをやりましょうっていうことでしか進まないってなってくると、はい、当然それの最初に出てくるのは国民民主党であって、国民民主28議席、玉木さん自身はその積極財政だったりこう金融緩和みたいな話をしてるわけですから、はい、まあ、その玉木さんの意向が全て反映されるってことはもちろんないでしょうけれども、ただいわゆるその金利を上げるとか税金を上げるみたいな話に関しては、まあ、多少の抑止というか、まあ、ストップをかけてくれる存在ではあろうということを考えれば、はい、まあ、すぐさま負担増政策が取られてしまうようなパワーバランスということは避けられたと、はい、まあ、これが市場のまあ、週明け以降の続伸につながってるんじゃないかなと思いますね、はいはい、で石破総理おととい党本部で開いた会見で厳しい安全保障経済環境にあって国政は一時たりとも停滞が許されない、国民の批判に応えながら国民生活や国を守る職責を果たしたいと語り、まあ、国政は一時
と来たりとも停滞が許されない、だから続投というですね、うん、まあ、こういう考えを示したわけですが、森永さん、この石破総理のコメントについてはどういう感想をお持ちですか。まあ、そのなんか厳しい安全保障経済環境にあるっていう発言自体は僕は正しいと思ってますけど、はい、まあ、だから停滞が許されないって言っておきながらですね、この総裁選を勝ってから即解散して選挙をしているってことは、はい、少なくともその間は政治空白で停滞したわけですし、そうですね、で挙句の果てに今回結果を受けてですね、スピーディーな意思決定はできるような状況じゃなくなっちゃったわけじゃないですか、はい、だからなんかその、自分でそう言っておきながら政治空白をすぐ作り、はい、かつスピーディーな意思決定ができない結果を出したっていう意味で言うと、もう本当数行の言葉の中に矛盾が詰まってるなという印象ですね、はい、で今後日本維新の会や国民民主党を念頭に連立政権の拡大や部分連合も視野に入れて多数派形成を模索していくと言われています、うん、まあ、これも森永さん先ほどお話も聞きましたが改めて、ただあの両党ともですね、これ政権に入る意思は今のところないと言ってますよね。まあ、玉木さんこうバランス感覚も非常にいい方だと思いますし、ええ、まあ、普通に考えれば別に玉木さんに限らずですけど、はい、この惨敗した自公の状態に、まあ、すぐ連立に入って何とかしましょうっていう人はほぼいないだろうと。いない、はい、もうどう見たって泥船ですし、ね、まあ、逆に言うと玉木さんからするとかといってその泥船には乗らないと意固地になるんではなくて、まあ、ぜぜひひですよと、はい、政策的に協力できる同意できるところがあるんだったら付き合ってやってもいいよと、はい、まあ、ある意味ちょっとこうその議席数としては低いちっちゃいんですけど、まあ、立場は強い状況にあるわけですから、はい、キャスティングボートを握ってる、ね、ということですね。まあ、なんか変にへりくだって、まあ、一緒にやりましょうっていくよりは、まあ、協力してほしいんだったら俺たちの言うことも聞けよ、はいっていう、まあ、ちょうど今交渉ができる立場にあるんで、まあ、そういう意味では変に取り込まれることもなく部分的に、まあ、協力していくっていうスタンスを、それはまあ玉木さんの立場だったら誰もがそうするだろうなと思いますよね、はい、で自民党幹部によるとですね、石破総理玉木代表が重視する電気ガス代の値下げなどの家計支援策を経済対策や補正予算案に盛り込んで国民民主の賛同を得て臨時国会で予算案を成立させたいと、まあ、こういうことのようですが、これはどうなんでしょうね。まあ、だから国民民主党としては、所得控除ですよね、まあ、あの話の引き上げっていう話と、トリガー条項の凍結解除、そうだトリガー条項、まあ、主にこの2つっていうものを、まあ、材料として飲みなさいよと、はい、まあ、その代わり一部協力してやるからというスタンスをおそらく取っていくんだろうなと、まあ、いうふうには思いますし、まあ、それが一番スマートなやり方だと思うんですよね、はい、ただまあちょっとあえてその国民民主党という党のことを考えた時のアイデアとしてもう一個あるかなと思うのが、まあ、玉木さんがないって言ってるんでないんですけど、まあ、アイデアとしてあるかなと思うのは、まあ、あえて連立に入ってしまって、はい、あえて、まあ、大臣ポストをいくつかもらうと、まあ、それはそれでありかなと、その党を成長させるっていう意味では、はあはあ、それはなぜかというと別にもともと国民民主党いいことを経済政策で言ってたよねっていう評判はあったわけですけど、はい、ただ結局その議席数としては全然当時なかったわけであって、はい、結局いいこと言ってるけど何もできないじゃんと言ってるだけじゃんっていう、うん、はい、まあ評価はあったわけですよ、はい、実際だって別に与党で政権運営したことあるわけでもないしと、でもあえて連立入っちゃえば大臣ポストくれとその代わりと、いうことでやれば実績ができるじゃないですか。実績、はい、いや、やったことあるからって言えるわけですよ、ええ、はい、ええ、まあ、それで党を成長させるっていう意味で、はあはあ、まあ、あえてその部分連合じゃなくて連立に入るっていう発想も、まあ、一つの案としては、まあ、ないこともないなと、ただでもそれはやっぱすごいリスクをはらんでいて、はい、やっぱ今の公明党を見ててもそうですけど、ええ、いや一回連立に入っちゃうとその入る前の、まあ、志というか、はい、そういうものはすぐねなんかうやむやにされて、 ってきますよ、ね、っていうリスクが相当高いですから、うん、当然玉木さんそんなことはよく分かってると思いますので、はい、まあ連立に入ることはないと今も言ってらっしゃいますけども、まあ、一つのアイデアとして、万年野党じゃなくて実績を残すっていう意味では、まあ、そういうアイデアも、
まあ、なくはないよなとは個人的には思ってますけどね、はい、一方ですね、自民党小泉進次郎選対委員長、おととい選挙結果を受けて総理に辞表提出して受理されました。この小泉進次郎氏の動き、これはどうご覧になりますか、うん、いや僕はこれ非常にスマートだと思ってて、うん、石破さん森山さんが責任取らないっていう中で、はい、早々に引責しますってやると、進次郎さんのイメージっていいじゃないですか、上がりますよね、上2人が、ね、はい、責任取らないのにって、でも実際のところはこれ別に責任取ったっていうよりは、もう泥船から早々に逃げたってだけだと思うんですよ、はい、でもこの言い方だと泥船から逃げたっていうのは、あ、進次郎さん若いのに、はい、おじさん2人が責任取らない中、素晴らしいって見えるじゃないですか、はい、この演出とか動きの速さはさすがだなって思いましたね、そうか、いい動き見せたぞと、と思いますね、いうことなんですね、はい、以上ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。27日投開票された衆議院選挙、自民公明で過半数割れという結果となりました。週明け28日の日経平均株価、取引開始直後に一時的に下落した後すぐに反転、上げ幅一時800円を超え、ほぼ全面高の展開となりました。終値は前の週末と比べて691円61銭高、3万8605円53銭でした、株価は下がらないということです。先ほどからあの森永さんにもお伺いしてますけれども、そうですね、だからやっぱりこう最悪なシナリオいくつかある中で、それらは全て避けられたと、という見方でしょうね、はい。経済アナリストのお父様森永卓郎さんは、衆議院選挙後の株高、これは予想できてたんですかね。いや予想はしてないとは思いますけど、上がったら上がったで、はい、今が逃げるチャンスだとしか言わない気がしますけどね。とにかく逃げろということですよね、はい。まあ、そんな森永卓郎さんですが、昨日お隣のラジオ局で衆院選後の日本経済について予言していました。為替は衆院選後に1ドル150円を突破したということではありますけれども、まあ、現在詳しく申し上げると1ドル153円36銭ぐらいで推移をしています。森永卓郎さんですね、日本の政界がぐちゃぐちゃになって、日本がやばいぞっていうことで海外マーケットで円安が進んだと話し、円安になると日本の輸出産業が有利になるから株価が上がる、ただ選挙期間中に1000円くらい下がっているので、700円上がったところで全部は取り戻していないっていう状況、まあ、このように現状を説明したといいます。我らが森永卓郎さん、やはり株価大暴落予言してくれています。とりあえずは、今は株高なんですけど、来週の11月5日アメリカの大統領選挙が行われて、トランプが勝つわけですねと断言、勝った瞬間に円高誘導に持っていくので、私は来週日経平均株価が大暴落になると思います。森永康平さん、来週株価大暴落どうご覧になりますか。まあやっぱり大統領選は非常にこう世界の投資家からしても注目されてますし、まあ、正直日本の衆院選は別に日本人ぐらいしか注目してないわけですから、はい、まあ、全然影響力が違うわけですよね、ええ、まあ、だからその結果次第によっては株式市場が大荒れになるっていう可能性は十分あると思うんですけど、はい、ただ親父のその暴落シナリオっていうのは、トランプが勝って、ええ、強力な円高が来て暴落っていうシナリオなんですけど、はい、ただトランプは確かにそのドル高を嫌がっているって口では言ってるんですが、はい、トランプのやろうとしてる、まあ、移民を追い出すとかですね、はい、中国に関税をかけるとか、やろうとしてる政策全部やると、インフレが加速して、はい、結果的に金利下げられないんで、金利が高いままになって、ドル高が続くんじゃないかと僕は思うんですよ、はい、だからトランプになったら円高っていうのは、トランプの言っている言葉に上と置きすぎた見方で、はい、やろうとしている政策側に上と置き直すと、むしろ円安になるんじゃないのかっていうシナリオなので、ここはなかなかちょっと意見が割れるかなと、はい、だどちらにせよその暴落かっていうところはちょっとハテナですね。そうですか、まあ、というか別にハリスになったとしたって暴落って言うだろうっていう、あ、そうですか、あ、答えは変わらない、そうですね、
そうですか、でとあのこのトランプ氏の当選についてはですね、今まで私の今までの60数年間の人生の中で嫌なやつが勝つっていうのは一度も外していないのでと補足、今回も外さないと思いますと自信満々に明言したと。トランプ氏の勝利、お父さん予言してますね。そうですね、親父が嫌いな方が受かるっていうのはよく言われ続けていて、まあでも若干ちょっとそんな雰囲気になってきましたね。はい、なんか激戦州のちょっとデータを見ているとトランプさん優勢になってきてますので、今回もこのジンクスが当たる可能性が出てきたな、出てきましたね。いや一時ねハリス有利ってあったんですけど、まあ、それが最近ですね、トランプ氏若干激戦州で勝ち始めてるっていうのは非常に大きいですよね。いやこれもアメリカ大統領選もね僅差ですからどうなるかですね。来週ですもんね。そうです、来週です。いやー、なんか続きますね、いろんなことが。でもなんか投票を入れるポストが燃やされたりだとか。そうなんですね、なんかちょっと気な臭いですよね。そう、いろんなことが起きてますから。でまた結果出てもなんかねまた選ばれたんじゃないかみたいな、荒れるでしょうね。いずれにしても荒れるって感じですか。と思いますね。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞ですね、アメリカ西部オレゴン州とワシントン州で28日、11月の大統領選挙などの期日前投票用に設置された投票箱が燃えているのが相次いで見つかりました。捜査当局、放火の疑いがあるとみて調べています。警察や選挙管理委員会によりますと、28日早朝、オレゴン州ポートランドで投票箱が燃え、投票用紙3枚が焼失しました。数時間後には隣接するワシントン州のバンクーバーで投票箱が燃え、用紙数百枚が焼失、投票箱のそばに発火装置のようなものが見つかっています。バンクーバーでは大統領選と同時に実施される連邦下院選挙で民主共和両党の候補の接戦が予想されています。ポートランドでは現場から立ち去る不審な車両が監視カメラに映っていたといいます。投票まで1週間切りましたが、トランプ前大統領の暗殺未遂といい物騒な事件が、森永さん、相次いでますね。そうですね、はい、でもこういう選挙に関わるところでですね、はい、こう放火をしたりとか、はい、候補者をこう暗殺しようとしたりとかっていうのは、これはちょっとね、あってはならないというか ね、いやもちろんその主張が気に食わないとか、自分と合わないとか、まあ、それは絶対あると思うんですよ。私だってそれは、この人が言ってることはどうかと思うなとか、それはもちろんありますし、まあ、そういうもんじゃないですか、はい、やっぱりこういろんな意見があるべきだし、だからそれはそれぞれが尊重されなきゃいけないわけなんですよね、はい、でそれを投票して、まあ、自分とは意見が合わなかったとしても他の人が多く選んだら採用されるっていうのが民主主義であって、はい、まあ、自分と考えが違うから殺してしまえとかですね、なんかその放火しちまえとかっていうのはちょっともう民主主義をそもそも理解してないっていうか、はい、そんなものが許されちゃったら修羅の国になるわけじゃないですか。いやそうですよ、気に食わないやつは殺してしまえって話になっちゃうわけですから、はい、こういうことをするっていうのはちょっと本当に理解ができないというかですね、逆に自分もそんな修羅の世界に暮らしたいんですかっていうことじゃないですか、はい、いやだからそれがねこのなんか何回も起きるっていうのが、ちょっと何を考えてやってるのかなっていう気がしますよ ね。あとこれ日本だったら私今回期日前投票したんですが、まあ厳重ですよ、だってこちらに来たねその投票のこの用紙みたいのを出す、そうするとチェックして、でまずはあの薄い青いこの小選挙区、でその後が薄い赤だったかな、これが比例、で最後には薄い緑 の最高裁判事、それがだから何人もいて、それでチェックしてチェックしてっていう感じなんですか。そうですね、これポストですもんね。これ反対者いたら、いや本当はやっちゃいけませんよ、やっちゃいけないけど、やな、それこそこんなの燃やしまえみたいなやつがいたら燃やしちゃいますよね。そうです、ね、なんかもうちょっと厳格にした方がいいんじゃないかと思うけれども、やはりこの人が足りないだとかあるんですかね。まあだからいろんな問題はそれはそれで出てくるかもしれないけれども、
まあ、オンラインで投票できるようにするとか、そういうのもね、そろそろさすがに考えてもいいんじゃないのと思いますよね。そうですね、出てきた方が、まあ、だってもうこんだけ何でもかんでもネットの時代になってるわけで、はい、なんかそこ投票だけはオフラインでリアルでやらないとダメだっていうのはちょっと無理があるかなと思いますし、そうですね、逆に日本なんか見ても今回これだけニュースとかでね、はい、選挙のことが触れられてたにもかかわらず、うん、投票率自体はそこまで高くなかったわけですよね。53% 台ですから、はい、まあ、だからその投票しない人にね、わざわざ配慮するなって思う方もいるかもしれませんけど、ただやっぱどっかに行かなきゃいけないっていうのが億劫で行かない人だったりとか、はい、まあ、何かしらの理由で行けない人ももちろんいるでしょうから、まあ、そう考えるとね、なんかオンラインとかにしたら投票率ちょっと上がるのかなっていうふうに思いますし、はい、いやそうだと思いますけどもね、だっておそらく行きたいんだけれど もう体調崩していてっていう、家の中だったらそれができるのにっていう人もいるはずですからね、まあ、あとやっぱね仕事が1週間ぐらい例えば入っちゃったりすると、はい、まあ、期日前も含めて行けないっていう方も当然いるでしょうし、はい、まあ、そういうことを考えるとオンラインでっていうのもありかなと思いますけどね、はい、あとはこの大統領選挙ですけれど、先ほども森永さんにお話しいただきました、まあ、トランプ氏が若干優勢とも報じられてますが、まあ、最後までわからない状況ではありますものね。そうですね、まあ、どうなることやらっていう感じですけど、はい、なんかでもいろいろ見てると、僕もなんかいろんなデータ見てると、はい、トランプさんやっぱ、ね、今は若干有利なのかなっていう印象を受けますね。とお父さんのジンクスがまた当たる、また当たるってことになりますか。そもそも嫌いってどういうことだっていう気がします、ね、嫌いだから当選するってのもすごいですね。何の関係があるんでしょうね。なんで、まあ、でもトランプさんが嫌いだっていう理由は、多分金持ちだっていうことと、あ、そういうことですか。ちょっと若干こういじめっ子っぽいキャラクターが多分好きじゃないんだろうなとは思います、はあはあ、制作とかそういう話じゃない、ないです。ハリスさんがいいとかじゃなくて、トランプが嫌いだってことなんですね。あ、だと思いますよきっとね、ハリスさんが好きとは言ってない、見たことないんで、そうですね、どっちが嫌なんだっていう、そうなんです、ね、そういう選択肢で、でもここまで当ててきてるっていうのが、当ててるっていうのかな、はい、時刻7時14分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。読売新聞、衆議院選挙結果良かった 58%。 読売新聞は28日から29日、衆議院選挙の結果を受けて緊急全国世論調査を実施しました。自民公明両党の与党が大幅に議席を減らして過半数を下回り、立憲民主党などの野党が躍進した結果について、良かったとした人は 58% で、良くなかったの 25% を上回りました。石破内閣の支持率は 34% で、内閣発足後の前回調査の 51% から急落しています。衆議院選挙の結果に満足している人、森永さん、6割近いってことですね。まあ、これどういう方たちに聞いたのかっていうのはもちろん分かんないんですけれども、はい、まあ、ただ一つはやっぱりこう自民党とか立憲自身も言ってましたが、まあ、今回は政治と金の問題が一つの争点だっていう話になっていたわけで、はい、まあ、それの大元は自民党なので、まあ、そこに、まあ、いわゆるお灸を据えるみたいな形で自公が、はい、まあ、特に自民党が大きく議席を減らしたと、まあ、もしかしたらそこの側面だけを見て、まあ、こう良かったっていう印を下げたというか、っていうのがこの6割ぐらいが満足してるっていう、まあ、意味なのかなとはちょっと思いますけどね、はい、で内閣不支持率 51%、 前回 32% で、内閣発足から1ヶ月足らずで不支持が支持を上回っています。衆議院選挙の結果を受け、石破総理は総理を辞任するべきだと思うかについて、思わないが 56%、 思うが 29% でした。この石破総理の続投についての数字、これはどうご覧になります？まあ、そうですね、ただまあ普通に考えたら、はい、ずっとこれを続けられるとは思わないんですよ、ね、はい、やっぱり来年以降の選挙も考えて、はい、まあ、このまま石破さんを顔に据えてっていうのは無理でしょうと、ええ、ただとはいえすぐ辞めろっ
って言ったってこんな状況でですね、次やる人困っちゃいますし、まあ、自民党内部で見ても、とりあえずある程度肩がつくまではお前ケツ吹けよっていう話に なるはずですから、まあ、なんか即日やめろみたいな話っていうよりは、とりあえずバツナギ的に、その波風が収まるまではちゃんと蹴りつけろよっていう感じで、もう短命としておそらく確実なんじゃないかなと。ただまあそれが別に数日のうちにっていう話じゃなくて、まあ、1、2ヶ月とかそういうスパンの話になったんじゃないかなと思っていて、司馬さんがこれからもずっと続くって思ってるのは多分ご本人ぐらいなんじゃないかなと。ご本人は思ってんじゃないですか、せっかくなったんだし、はい、だって今までだってね、もう総裁選何回も出てるわけですから、4回5回そうですね、まあ、そういう意味ではそれがこんなね総裁になった瞬間に即解散して、はい、この結果になってじゃあもうやめますってなったら、ええ、本当の歴史に名を、そういう意味で名を残したことになりますから、はい、まあ、本人以外はね、まあ、ちょっとある程度蹴りつくまでやらしといて、うん、はい、もうそこでバイバイっていう見方なんじゃないですかね、はい、で政党支持率見ましょう。自民党が前回の 38% から 25% に下落、立憲民主前回の 7% から 14% に上昇し、国民民主党も前回の 1% から 7% となりました。日本維新の会は 5%、 前回は 3% でしたね。令和新選組 4%、 前回は 1% でした。公明党は 4%、 前回は 3% でした。共産党 3%、 前回は 2% でした。参政党、は 2%、 前回は 0%、 社民党は同じく 1% でした。衆議院選挙で政党女性法上の政党の要件を満たした日本保守党は 1% でした。で無党派層は 31%、まあ、無党派層に関しては前回は 40% でした。森永さん、この自民党の範囲なんですけれどもね、なぜ敗れたのかという、まあでも今回やっぱこう選挙に至った流れっていうのを考えたら、まあ、そりゃ負けるよねっていう、普通に考えて議席を伸ばす要素が全くなかったと思うんですよね、だってそもそもその裏金けしからんっていう話からこうなってるようなものですから、はい、でしかもその本来はね岸田さんが、はい、まあ、責任を取ってやめると、はい、でまあそこで新たな自民党を刷新させてみせるんだみたいな話があって、はい、まあ、その流れの中でね刷新感を出すってことで小馬ホークさんとか新次郎さんとかって話が出てきたのに、結果的に蓋開けてみたら石破さんで、はい、何が刷新感なんだよっていうところ、はい、でまあ最後の最後で2000万円ありました、支給してんじゃねえかみたいな話が、はいね、出てきてしまって、はい、泣きっ面に8状態になって、だそう考えるとそりゃ負けるよねっていう話ですよね。だから増えなかったのは当たり前の話で、まあ、どちらかというとやっぱ我々が見なきゃいけないのは、まあ、自民党がそれ減らすっていうのは誰でも分かる話で、じゃどこに票がいったのかっていうところを冷静に見なきゃいけない、まあ、確かに立憲民主党は増えたんですけども、それはあくまでやっぱ小選挙区の部分であって比例は大して伸びなかったっていうところ、そうでしたね、数万票ですよね。そうですね、で逆にその国民民主だったりとか令和っていう経済政策を前面に出したところは勝ちましたねと、はい、で逆に維新は、もう大阪はもう圧勝でしたけども、逆に言うとそれ以外全然ダメでしたと、でした、ね、いうところがありましたし、議席減らしましたし、はい、まあ、このあたりをねちゃんと、まあ、当事者も含めて我々有権者も、もうちょっと時代が変わってきたぞというところも考えなきゃいけない、はい、そして今回投票率が大して伸びなかった、はい、で本来はこれ組織を持っているところが強いっていうふうに言われている中で自公が惨敗したわけですから、そうですね、共産党なんかもね票を落としてますね。これはやっぱりこう、はい、年齢別の人口構成の変化っていうのは当然あるでしょうね、はい、うん、昔ながらの選挙をやってたようじゃもう勝てない時代になってきたよと、ね、ネット戦略もちゃんとやらなきゃいけないし、まあ、組織票っていうのも限界があるしと、まあ、いろんなものが結構表に出てきた選挙だったなと、なんかそういう意味で言うと、まあ、その結果を受けてよかったっていう、そのどこどこ党が伸びたからどうとか、はい、どこどこ党が減ったからどうとか、そういう話じゃなくて、こう全体の動きを見ているとやっぱ時代が変わってきたんだなと、
まあ、そういうのを数字として確認できたっていう意味では、私も今回の結果は良かったっていうふうにもしかしたら回答するかもしれないですね、はい、続いてはこちら。日経新聞、保険料を下げ負担は誰に。日本維新の会、国民民主党が主張する社会保険料の引き下げが政策テーマに浮上してきそうです。医療や介護サービスをカットしない限り、誰が保険料の引き下げ分を負担するのかという財源の問題がついてまいります。維新は後期高齢者の窓口負担の引き上げを、国民民主は税の財源の投入を掲げています。税や社会保険料の負担割合を示します国民負担率、国民所得比で見ると2024年度は 45.1% と過去20年で 10.6 ポイント上昇しています。高齢者の医療費への仕送りの増加ですとか、そして年金の保険料の引き上げ、まあ、これが響いています。まあ、さらに26年度からは岸田政権が決めた少子化対策の財源を社会保険料に月数百円ほど上乗せして徴収する制度も始まります。企業が賃金を上げても社会保険料が上がれば賃上げ効果も減災されてしまうということなんですが、そして社会保険料の負担増、個人消費が基調として弱い一因とも指摘されています。衆議院選挙では経済活性化の観点から保険料の引き下げを訴える政党の主張が一定の支持を集めました。石破総理が自民公明両党の連立による少数与党での政権運営を強いられるとするならば、野党の政策の取り込みも検討せざるを得ない、まあ、こういう指摘があるわけなんですが、保険料を下げ負担はどうすればいいのかというところですね。森永さん、こちらいかがでしょうか。そうですね、まずやっぱりそのこの今回の選挙でも争点にはなってたわけですけれども、はい、まあ、今目先何が問題かというと家計の負担増がきついと、はい、まあ、ここでは国民負担率って話が出てきてますけども、これをやっぱさらに引き上げていくっていうのをやっていくと、どんどんよりこの負担っていうの負担感っていうのは上がってしまうんですよね、はい、だからやっぱりこのタイミングでこう社会保険料引き上げないといけないんだとか、まあ、またはたまた増税をしてこの社会保険料を賄わなきゃいけないんだみたいな話をすると悪いスパイラルにどんどん入っていっちゃうんですよ。はい、だ国が逆に出せるところは先に出ししておくと、はい、で後で回収できるタイミングになってきて、まあ、負担をどう増やしていくのかみたいな議論をすべきなので、はい、今このタイミング負担増の話から入るっていうのは結構僕はあまりいい作戦ではないのかなというふうに思いますよね。なんかそのちょっとこう高齢者が悪いんだみたいな現役の負担をっていう話がちょっとこの社会保険料の話はよく出てきますけども、なんかそれもちょっとこう問題がの論点がずれてるのかなっていう気はしますよね。例えばじゃあ高齢者、まあいろんな考え方があるとは思いますけども、じゃあ高齢者のね負担を増やした方がいいんだということで負担を増やした結果、じゃあ例えば高齢者がじゃあ節約しようかなってなった時に、節約するってなったら現役世代が仕事をしているわけであって、そこの売り上げが落ちるわけだから結果的に自分たちの身入りが減る可能性って全然あるわけですし、まあ言っても今の現役世代ってね、年齢によっちゃ20年も10年もして自分が高齢者に逆に回るわけでもあるわけだし、そう考えるとまあなんか安易に高齢者対現役層みたいな、まあ、変に分断を煽るような必要もないのかなと個人的には思いますけどね、はい、もちろん見直すべき制度があるよねっていう問題定義は当然必要だし、見直すべきものがあるのは見直したらいいとは思うけれども、なんか今ちょっとそのもう高齢者が悪いみたいな、そういう二分するようななんかちょっと誘導があまりにも目につくかなという気がしていて、むしろ今はその負担増の話をするんじゃなくて逆にその消費をどう増やしていくのか。そうか、消費の方ね、それでもう負担多少増やしても大丈夫だよねっていう環境を作って負担増の議論をするんだったら、まあ順序として筋が通ってるなと思いますけれども、なんか今の話を見ていると単純に分断を煽ってしまったりとか逆に負担が先行してしまって悪いスパイラルに入ったりとか、ちょっとそういうなんかこう論調が目立つんじゃないかなという印象がありますね。はい、続いてはこちら。
日経新聞、失業率2ヶ月連続改善。総務省が昨日発表した9月の完全失業率 2.4% と前の月から 0.1 ポイント低下しました。2ヶ月連続で改善し、8ヶ月ぶりの低水準となっています。就業者数は前の年の同じ月から 0.4% 増の6814万人、女性は43万人多い3108万人と過去最多でした。就業者数の増加は26ヶ月連続、男性は3706万人と16万人減りました。非正規の職員従業員数が34万人減少した一方で、正規は3692万人と59万人増えました。ともに比較可能な2013年以降最多となりました。このうち女性は1328万人で比較可能な2013年以降最多で、完全失業者数前の年の同じ月から 5% の5% 減った173万人でした。2ヶ月連続で減った形です。勤め先の倒産やリストラ、定年を含む非自発的な離職が2万人減少、就業率は 0.4 ポイント上昇し 62.0%、 職に就かず求職活動もしていない非労働力人口は38万人減少しました。こういう数字が出てきたと森永さんいうことですね。そうですね、失業率低下はしてるんですけども、はい、これ内訳ちゃんと見てみるとですね、こう労働参加率が低下したからかなっていうふうに思ってるんで、この失業率の低下自体は、そのなんかシンプルに見てしまうと失業率が下がったのがいいじゃないかって話になるんですけども、内訳までをちゃんと見ると、そんな雇用環境が良くなったから低下したっていうわけではなさそうだなという印象は受けますと、そうですか。ただ内訳を見ていく中でちょっとポジティブかな、これはマクロ経済的にポジティブだなと思うのが、その非正規雇用が減っている一方で正規雇用が増えてるんですよね。でこれってその数字からあくまで類推するにですね、やっぱり人手不足の中で非正規じゃなくても正社員で雇いますよというような動きが出てきてるんじゃないかなっていうのは考えられます。もちろんその一人一人をこう ID つけて見てるわけじゃないから分かんないですけど、ただ数字の増減だけで見るとそういうシナリオは考えられるんですよね。なのでそのマクロ経済全般で見るとこれって賃上げにつながるじゃないですか、非正規が正規になってるわけですから、これは非常にいいことだと思いますと。ただその経営者の目線から見ると、安い人件費だったら非正規、そして都合が悪ければ、つまり景気が悪くなった時に、言い方悪いですけど調整弁としてすぐ解雇できる、こういう非正規が減って、むしろ終身雇用じゃないですけど、よっぽど理由がない限り解雇できない正社員が増えたっていうのは、これ企業から見ればですよ、経営者から見れば、その固定費が高まった、なので非常にこの経営者から見ると人にかけるコストをかなり積み増さなきゃ、もう事業が回らなくなるような状況に今差し掛かってきているというふうにも取れますよね。だから結構これ見方によってなんかそのポジティブにも捉えられるニュースだ し、ネガティブに思う人もいるだろうなっていう、ちょっと結構こう読み方の難しいニュースだなというふうにちょっと内訳見て思います、失業率が改善するためにはやはりこの経済全体を良くしていくってことですか。そうですね、あとはやっぱその中で人がもう取れなくなっちゃいますから、中小零細企業なんかで求められるのは、もういかにデジタル化していくかとか、あとはその AI とかを活用していくかみたいな、なるべくもう人を使わなくてもいいようなスタイルに徐々に移行していかないと、もうここから先は普通に日本国内の労働力だけで考えるともう人の奪い合いになってきますから、そうすると資本力のあるでかいところには当然勝てるわけないんですよね。そうするとなんか大企業ほどいわゆる DX とか AI への投資に金をかける余裕があったりもするわけなんですけど、ただちょっと逆説的な感じで、むしろ中小零細の方がそういうのに投資をしていかないと、もうこの人手不足の時代にはやっていけなくなってしまうというような、シナリオが、今回のデータからも裏付けされたかなという気はしますね。続いてはこちら、日経新聞、
JR 東日本757億円、JR 西日本233億円、ローカル線営業赤字。JR 東日本と JR 西日本、29日、利用客の少ない地方路線の収支状況を発表しました。JR 東日本は36路線合計で2023年度に757億円の営業赤字を計上。JR 西日本は21年から23年度の年平均の営業赤字が233億円でした。JR 東日本は1キロあたりの1日の平均利用者数が2000人未満の線区の収支を公表しました。対象の36線区72区間で全てが営業赤字でした。22年度は34路線62区間で648億の赤字。自然災害から復旧した区間などを集計対象に加えたため対象線区赤字幅が広がりました。運輸収入100円を得るための経費、営業係数といいますが、これが最もかかる区間は千葉県を走る久留里線の久留里と上総亀山の間、13,580円でした。同じ区間の輸送密度は国鉄民営化の時の1987年度に比べ 92% 減っているといいます。 JR 西日本は19年度に輸送密度2000人未満だった17路線30区間の収支を2022年度平均から赤字幅、これは縮小を公表しまして、ごめんなさい、17路線30の区間の収支を公表して、で新型コロナウイルスの影響が薄れたこととか経費の削減で20年から22年度の平均から赤字幅は縮小はしています。で広島と岡山両県を結ぶ芸備線のこの間で輸送密度が20人だったほか、営業係数が11,766円だったと言います。ローカル線の営業赤字ですが、まあ、これは森永さん、今に始まったわけじゃなくて長らく指摘はされていますよね。そうですね。ただこれやっぱりこう路線とか鉄道っていうのはこう、はい、社会インフラでもあるわけじゃないですか、はい、ただこれをまあ赤字だからね廃線しますとかってなると、逆にそこに住んでる方の移動手段が1個消えてしまうわけなんですよね、はい、だからこれ非常にこう、まあ、前から言われてる話でありますけれども、こう鉄道に限らず水道だとか電力だとかっていうのもそうですが、こう社会性のあるインフラをやっている事業体をまず民営化すること自体がどうなのかと、はい、で当然これ民営化って話になったら営利目的になりますから、はい、それは利益出てないとか潰せって、その ミクロの観点からしたら当たり前の話っていうか合理的判断になるわけですけど、それ国全体のマクロで見た時にそれって正しいんだっけって話になるわけですよね、はい、でマクロで見て東京一極集中はけしからんって言ってるわけなのに、逆に地方の足を奪っていったら、それはみんな東京に出てくるに決まってたのって話であって、だこの社会性インフラのある企業を民営化し、かつこれらの会社の場合って上場までしちゃってるんで、それの是非っていうのが改めて問われるだろうなっていうニュースなんですが、ついこの間、東京メトロも上場しましたということで、いやなんか逆行してない時代にって思ったりもしますよね。だってイギリスではだって水道とかね、もう一回国営化したらどうかっていう議論出てきてるわけじゃないですか、このあたりもちょっと真面目に考えた方がいいでしょうね、はい、時刻7時36分です。時刻7時37分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。毎日新聞です。政府は昨日2024年版の自殺対策白書を閣議決定しました。23年の自殺者数は 21,837 人で前の年をわずかに下回っています。自殺の原因と動機別では経済生活問題が前の年に比べ484人増の5181人で、この2年で 1.5 倍に増加、
厚生労働省は21年の後半から始まった物価高による生活苦が背景にあると見ています。男女別では男性が 14,862 人、2年連続で増加、女性は 6,975 人、4年ぶりに減少しています。小中高生は513人、過去最多だった前の年と同じ水準でした。で、原因同期別は多い順に健康問題が 12,403 人、経済生活問題、家庭問題が 4,708 人、勤務問題 2,875 人、全体の9割近くを占める上位4項目では経済生活問題のみが増加したといいます。森永さん、この数字どうご覧になりますか？そうですね、やっぱりまあ中小零細とかの倒産件数なんかも合わせて見てみるとですね、はい、やっぱりこう経済苦で、経済苦、はい、まあ、本当にこう最悪な選択になってしまっているわけですけれども、はい、まあ、こういうの増えていくだろうなという気はしまして、その印象がまさにこう数字にも表れているかなと、はい、まあ、あとはね、やっぱりこう小中高生の数字っていうのは過去最多だった、はい、去年と同じ水準っていうのも、はい、まあ、僕も子供がいるんで、なんかまあちょっとまあもちろんね、いろんな事情があってなので、はい、軽々しくなんとも言えないですけど、まあ、ただ親目線から見ると、はい、まあ、非常に辛いっていうか、そうですね、子供の時点でそんな選択肢を取らなきゃいけないっていうことがちょっと辛いですよね、はい、時刻7時39分です。時刻7時52分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。プロ野球の日本シリーズをめぐり、日本野球機構がフジテレビから26日27日に行われた第1戦第2戦の取材パスを没収していました。フジテレビは第1戦第2戦を他局が生放送中に、大谷翔平選手らの所属するアメリカ大リーグドジャースが出場するワールドシリーズのダイジェスト番組を放送し、これが影響したとみられます。29日福岡市のみずほペイペイドームで行われた第3戦の中継局はフジテレビで予定通り放送しました。関係者によると、フジテレビは26日に DeNA の本拠地横浜スタジアムでの第1戦を前に、 NPB からですね、日本野球機構から日本シリーズ全体を取材できるパスを取り上げられました。富士系列でソフトバンクが本拠地を構える福岡の地元局テレビ西日本は、富士テレビ、テレビとは別会社ということもあってですね、取材パスは支給されています。テレビ西日本の取材パスは本来系列キー局を示すためのフジテレビと書いてあるはずの場所がマジックで黒塗りにされていたといいます。日本シリーズの中でワールドシリーズのダイジェストを放送した、これダメだったということなんですかね。そうですね、はい、まあ、やっぱこの日本シリーズ自体は日本プロ野球機構が、はいはい、ね、開催しているものですからね、はい、まあ、そこにわざわざ、はい、なんかこう人気を分散させるようなコンテンツをぶつけるっていうのは、何してくれてんのっていうことには当然なりますよね。で、日本野球機構の幹部はですね、スポンサーを含めて日本の野球界全体で日本一を決める試合を行っている裏に、わざわざワールドシリーズの番組をぶつけてくるのはおかしい、今森永さんが指摘した通りのことをおっしゃってますね、これね、まあ、そうなりますよね、まあ、だからもちろん賛否分かれるとは思いますけれども、はい、まあ、でもちょっとこれもうちょっと気使ってよっていうことは結構実際ありましたよね、例えばその巨人と横浜が試合して、はい、横浜が勝って日本シリーズを決めた時も、はい、確かあの後もなんかこう三浦監督のインタビューとかも流さずに、はい、ブチッと切って、はい、すぐなんか大谷選手の試合の録画映像を流してた気がして、あれは結構ベイスターズファンからも不評で、何してんのっていう感じでしたし、ね、はい、うん、まあ、このあたりがまあ日本のプロ野球を盛り上げるとかっていうよりは、まあ、ちょっとある意味こう商業主義的というか、まあ、目先の数字ですよね、うん、まあ、それテレビ局の気持ちも分からなくもないけれど、まあ、野球ファンからするとちょっとなっていうのはありますよね。何かこうね、冷たいじゃないのよっていう風にも受け取れますもんね。そうですね、野球は野球だろ、日本の野球人気が下がりそう、日本とアメリカの野球はそもそも違う、まあ、こういういろいろ反応もあるようですけれども、
これは賛否が分かれる問題なのかもしれませんね。でもフジテレビはでもなんか踏んだり蹴ったりですね、はい、です大谷君の件もありました。いやそうですよ、家をバラしちゃったみたいな。あそうそう、それでねできんなんていうのもありましたよね。それで日本のプロ野球もかいっていう感じ、はい、まあただちょっと考えるとこれは批判来るだろうっていうのは分かりますよね。だからちょっと目先の数字、大谷フィーバーにちょっと鬱を抜かしてしまったのかもしれないですね、はい、まあとにかく数字欲しかったっていうことなんですかね、うん、まあでも一回このちょっと不審に思うとファンっていうのは長引きますよね。そういう感覚ってのはね、いや、そう思いますよ、うん、はい、時刻7時56分です。